なもんだい。なあ母さん。ん？父さんのことなんだけど。どうしたの急に。今度の俺の試合、父さんは見に来られないかな。そうね、私も長いこと会ってないし、あの人は貿易の仕事で世界中を飛び回ってるから、そっか、でも久しぶりに会いたいな、父さん。何か嫌な予感がする。父さんに会いに行こう。父さん、いるの？昔のままだ。私の勝ちだな。この声はバーン。ドアイ、助けて。バーン、いるのか。バーン、危ない。父さん。早く逃げろ。なんで置いてけないよ。ならば父さんと一緒に運命を受け入れろ。ガム、こんな時に。なんで。ただのガムじゃない、忍者ガムだ。忍者ガム。ああ、このガムを食べればお前の中に眠る忍びの力が目覚める。忍びの力。バン、私は忍者なのだ。父さんが忍者。そうだ、そしてお前も忍者になれる。だからお前の道はお前自身で切り開け。バン、よくやった。それが忍びの力だ。父さん、父さん、父さん。一足遅かったか。バン、あなたに話があるの。やっぱり父さんは本当に忍者なんだね。うん、12歳になったら本当のことを話して、どうするかはあなたが決めるって父さんと約束をしていたの。私はあなたに普通の道を歩んでもらいたかったから。バーン君じゃな。わしは世界忍者協会の者、いや君と同じ忍びの血を引く者じゃ。世界忍者協会。じゃあ教えて、どうして同じ忍者に父さんが狙われるの。忍びの世界にもその力を悪用する者たちもおる。その者たちに父上は狙われたのじゃ。
父上は我々が保護する。代わりにバーン君、君には忍者になってもらう。俺が、あなたが決めなさい。我が甲賀忍者の血を受け継ぐ末裔に伝える忍びの伝承の書をここに記す。幕府が滅び行き場を失った我々忍びは国外へと逃れ、乾いた大地の広がる荒野へとたどり着いた。襲い来る未知なる武器に悪戦苦闘しながらも、石畳の上を高速で移動する巨大な鉄塊の力を借り、一同は西を目指した。道中偶然にも金を掘り当てたことで心に余裕が生まれ、長く続いた逃亡の旅は異国への見聞を広げる旅へと切り替わり始める。そうした旅の中で出会った部族たちとの交流を経て、多様な文化に溶け込む技術を会得することとなり、いつしか我々忍びはこの大陸に移り住み、そして争いを避けるため忍びの力を封印し忍んで暮らしてきた。いつか忍びの力が必要とされる時が来るまで、我々忍びの力をどう使うかは己次第だ。この手紙を読む我が子孫たちよ、忍びの力と我が血を永遠に。ここが世界忍者協会本部か。父さん、母さん、俺やるよ、必ず忍者になる。さあバーン君、今日からわしがビシバシ鍛えてやるぜ。ああ父上と同じ君に流れる忍者の血が騒いでいるじゃろ。忍者の血？ああ俺の血が騒いでいるぜ。ああ